はい、岡田です。この動画では僕がいつもコマ撮り撮影に使っている、ドラゴンフレームというコマ撮りソフトについて紹介しようと思います。このドラゴンフレームというソフトは機能がたくさんあるので何本かのムービーに分けて、これから紹介していこうかなと思っているんですけど、まずはですね、ドラゴンフレームというソフトをまだ使ったことがないという人のためにですね、ドラゴンフレームっていうのは何ができるソフトなんだろう、あとはドラゴンフレームを使ったコマ撮り撮影っていうのはどういう流れでやるんだろうっていうのを、この動画で紹介していきたいなと思います。まず最初にドラゴンフレームを使って撮影する時の機材のセッティング方法を紹介します。まず撮影台の上に今ナリオ丸人形が置いてありますが、その正面に一眼デジタルカメラが、今設置してあります。今回使うカメラはキャノンの EOS7D です。ドラゴンフレームに対応するカメラは、公式サイトの方に一覧があるのでそこで確認することができます。このカメラには今AC 電源ケーブルとあと USB ケーブルがつながっています。で、コマ撮りの場合は、長時間撮影するので必ずカメラには AC 電源を使います。この USB ケーブルなんですけど、これはドラゴンフレームがインストールしてあるカメラの方に、接続してあります。これで、ドラゴンフレームを立ち上げればすぐに撮影ができるというわけです。セッティングは以上なのですごくシンプルな環境で撮影できます。はい、それではここでドラゴンを立ち上げてみたいと思います。ドラゴンを立ち上げて最初にやるのは新規シーンの作成です。ここをクリックして、プロダクション名、これは作品名ですけど、これを入力して、次にシーンナンバー、これはカットナンバーみたいなものですね。で、テイクは最初なので1、フレームレートは1秒あたりのフレーム数で、ここでは12にしておきます。フレームレートは後から変更をすることができます。で、 OK を押すとファイルの保存場所を聞いてくるので、保存場所を決めたらこういった形でドラゴンが立ち上がります。で、最初のこの立ち上がった画面、これアニメーション画面と言いますが、ここで撮影をしていくんですけど、その前にまずカメラの設定をします。この右上のアイコンで画面の切り替えができます。これがカメラの設定画面です。この画面でカメラのフォーカスとか、あと露出、シャッタースピードなどなどを、設定していきます。カメラの設定はここの画面でほとんどやることができます。まず、フォーカスを合わせて、で、あと画面のズームですね。はい。で、次に画面の右の、ここですね。ここで、一番上が、これがシャッタースピードです。横に、左右にドラッグすることで値を変えることができます。で、下、これが、絞りですね。これで、絞りを変えて画面の明るさ調節します。で、一番下が、ISO ですね。で、あとホワイトバランスとか、あとは撮影するときの、撮影サイズの大きさを変えることもできます。で、一通り設定してみたら、これでテスト撮影を行います。はい、テスト撮影をしてみて、そうですね、ピント、フォーカスとかをいくつかチェックして、被写界深度とかもここで確認していきます。はい。で、設定が終わったら、今の設定が動かないようにロックをかけて、
これでまた右上のボタンでアニメーション画面に戻ります。はい。これでコマ撮りの撮影を始める準備ができました。で、キーボードのエンターキーを押すと、これがシャッターボタンになっていて、1枚ずつ写真を撮っていくことができるんですけど、ドラゴンフレームっていうのは購入すると、専用の無線かもしくは有線のキーパッドがついてくるので、それを使っても、ドラゴンを操作することができます。で、ドラゴンにはコマ撮りに便利な機能がまあたくさんあるんですけど、僕が撮影に使う主な機能をここでいくつか紹介したいと思います。まずはトグル機能です。で、これは例えば今1枚写真を撮ってみて、はい、で左下にあるこのトグルボタン、トグル機能のオンオフボタンがあるんですけど、これをオンにして、で人形をちょっと動かしてみます。はい、これで僕の手が映っているのがライブ映像です。こうやって前に撮った画像と今のライブ映像っていうものを交互に見せることで、前の位置からどれくらい動いたのかっていうのを画面上で確認することができます。で、僕はいつもこの機能をオンにしたまま、1枚ずつ撮影を進めていっています。で、もう一度このボタンを押すと、トグル機能がオフという形になります。で、ドラゴンには似たような機能で、もう一つオニオンスキンっていうものがあって、この下のバーを移動することで使えるんですけど、こういう形でですね、前に撮った画像と今のライブ映像っていうものを、半透明にして、同時に見せるという機能なんですけど、僕は、正直あまり使わない機能です。で、このバーを元に戻せばオニオンスキンはまたオフになります。はい、で次によく使うのがプレイバック機能です。まあ、いわゆる再生ボタンっていうやつなんですけど、例えば、このまま何枚かちょっと今撮ってみますけど、トグル機能をオンにしてですね。はい、今ちょっと人形を動かして、9枚ほど、撮ってみました。で、下に10という数字がありますけど、これは今から10枚目を撮影しますよという数字になっています。撮影したものを見るときは、専用キーパッドの再生ボタンか、もしくはキーボードのスペースキーで再生できます。今再生すると、こういう感じのちょっと構えるようなアニメを撮ってみました。で、今1秒12フレになっていますけど、例えばこれ1秒8フレという設定にしてみると、こういうふうにもっとゆっくりとしたスピードで再生することができます。で、逆に1秒30フレで再生すると、こういう感じのもっと速いスピードになります。
で、次によく使うのがメモ機能です。これは画面上に点とか線を書いて印をつけててですね、こうアニメする時の補助に使うという機能です。で、例えば今こう下のところに赤い線が書いてありますけど、右足と左足と交互に歩いていく、この足が地面につく位置を今マーキングしています。で、こうすると毎回歩いた時の歩幅を合わせたりですね、あとは画面の右側まで何歩で行くのか、で、何秒ぐらいかかるのかっていうのも画面上で確認することができます。はい。で、他には例えば拍手するアニメで、毎回こう拍手する時の手を開いた位置がバラバラだとおかしいので、手が開いた位置はここですよというふうにメモ機能で印をつけたりとかです。で、こうやって印つけておくと、拍手するとき、手開いたときに、この印のとこまで戻せば、毎回同じような手の開き位置で拍手を撮影することができます。で、あと、ドラゴンフレームはタイムライン表示というのもできます。で、こういった形で今まで撮った画像を下にこうやって並べてみることができます。で、ここで画像をコピーしたりとか、あとは間違えて撮ったものをここでデリートキーを押して削除したりっていうこともできます。ドラゴンには他にもまあいろいろと使える機能がたくさんあるんですけど、まあ主に使っているのは今紹介したようなものです。で、まあ、こういった機能をいろいろ駆使しながら、コマ撮り撮影を進めていくわけなんですけど、撮影が終わったら、ここで撮った画像データというものをアフターエフェクトとかプレミアに取り込んで編集作業を行います。で、画像データはどこにあるかというと、まあ、最初に指定したデータを保存する場所にあるんですけれど、その指定した中に、こういった形で、静止画像の、まあ、ファイル名が連番ですね。連番のファイル名で保存してあるので、これをそのまま、先ほど言った編集ソフトに取り込んで作業するということになります。で、ドラゴンから直接ムービーファイルを出力することもできるんですけど、まあ、その際に圧縮が少しかかってしまうので、直接この画像データを持っていった方が画質の劣化が少なくていいかなと思います。はい。という感じでざっと、コマ撮り撮影の流れ、ドラゴンを使うコマ撮り撮影の流れを紹介したんですが、まあこれソフト1つだいたい300ドル前後なので、日本円で3万円ちょっと、3万数千円ですね。で、これ日本語対応もしていて、あと、Mac と Windows の両方で使うことができます。で、まあ、このソフトを使うと、コマ撮り大変なんですけど、ある程度効率的に撮影もできるし、いろんなサポート機能もあるので、アニメーションの質も、上がるんじゃないかなというふうに思います。で、これからその本格的にコマ撮り撮影をやってみたいという人は、まあ、これ購入して、使ってみてもいいんじゃないかなと思います。で、これから何本かこのソフトの紹介動画を作ってアップしていこうと思うので、それを見て、このソフトをどうやって使うのかっていうのをちょっと知っていってもらえたらなというふうに思います。